コバルトブルータランチュラは、クモメオ目チグモ科に分類されるクモ。タイ、ミャンマー体長オス4ンチメートル、メス6トル。足を含めた全長オス8ンチメートル、メス1 2トル。体色は、金属光沢のある青、六小色などの変異がある。地中に穴を掘り底を巣穴として、住みかにする。住みかを作るときは土を団子状に丸め、 巣から押し出してこしらえるため、巣穴の入り口付近には、団子状の土が数個ほど転がっていることがある。強毒種と言われる、この種類は、警戒時の動きは素早くフレッシュとなるハサミ角で、引くように近づいてきた敵を叩く、この際牙の根元の線から毒を出し、牙を突き刺すようにぶつけることで敵を攻撃する。毒は、非常に強力で大きなサイズのマウスでも、 ひとつきで説明に至らしめ毒が体に回ってから1分と持たない。縄張り意識が強く臆病であるので刺激してくるものには何にでも攻撃をする習性がある。活動が活発になる夜には巣穴付近を徘徊して獲物を探すことがある。食性は主に肉食で小動物や昆虫などを捕食して食べる。長い間食べ物がなくても耐えられる。 コバルトブルーの名の通り光沢がかった青色をしており、オスとは違う体色である。オスは、黒みが強い地味な体色でメスよりも体が小さい。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に野生個体が流通する。巣穴を掘るためケージ内には床材を深く敷き詰めるが、ケージの蓋を開けた際に脱出することを防ぐため蓋と床材の表面との距離は開ける。 性質が荒い上に動きが非常に素早く、毒性も強いため扱いには注意が必要。ありがとうございます。